日本関東地方埼玉県北葛飾郡埼玉県北葛飾郡の範囲北葛飾郡は埼玉県の郡人口七万千五百八十七人面積四46.23 km 人口密度千五百四十八人 km 以下の二町を含む軍名はそれまでの武蔵区に葛飾郡を埼玉県に属する地域と東京府に属する地域に 分けた際、北にあたる埼玉県側を北葛飾軍、南にあたる東京府側を南葛飾軍としたことによる。発足時の軍域は、現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。中葛飾軍統合後の軍域は、上記二町以外では、現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。以下の地域は隣接する軍から当軍に編入されている。 これらをすべて含めると、おおむね埼玉県内の大おじ、古利根川と江戸川に挟まれた区域になる。古代の下尾佐国葛鹿郡中、北部が中世に入って、下川部省となり、さらに、江戸期の利根川当選事業によって利根川の西岸となったため武蔵国へ編入された地域にあたる。1、栗橋町2、西村3、豊田村4.8林の尾崎村5、 行行村6、佐手町7、上高野村8、権元堂、川村9、吉田村10、八代村11、田宮村12、杉戸町13、堤高村14、雪松村15、豊野村16、松伏良村17、朝日村18、吉川村19、三輪の江村20。 彦瀬村21、一、セイ田村22、二、ケサ村23、三、八木ー村二24、高野村31、トヨオカ村32、桜井村33、三、ウシ花村34、四、二村35、南桜井村36、川辺村37、金杉村。ありがとうございます。